こんにちは、丸山です。僕たちの NPO 法人が、山梨県北杜市立高根清里小学校、こちら廃校になりまして、2019年の10月1日から10年契約で、僕たちの NPO 法人が借り受けることができました。清里の小学校ということで、1学年1教室で、普通教室が6つ、それ以外にも校長室とか職員室とか保健室とか、それから、家庭科室、それから理科室で、音楽室、図工室で、図書室で、体育館と校庭があります。実はプールもあるんですけどねまあそういう施設を使って、どんなことができるかっていうことを今、事業計画としてはもちろん出してるんですが、具体的にじゃあそれをどう使っていこうかっていうことで今いろいろ頭を使っていますなのでこの動画も僕自身のその頭の中の整理ということでこの動画を撮っているんですけど、中でもこの YouTube スタジオっていうのをね、ぜひ僕は実現したいなというふうに思っています。今言ったいろんな教室があるんですが、実はそれ以外にも、家庭科室と理科室の間に、例えば理科準備室みたいなのがあって、それから、音楽準備室があったりとか、それから、あとちょっとちっちゃい部屋がよあと 2つあるんです。なので、そういった部屋を使って何かできないかなというのは今思っていて、その中の一つとしてこの YouTube スタジオというのを一つ作りたいなと思っています。小学校なのでね、すごいところになると放送室が、もうテレビ局かと思うような放送室を持っているところもあるそうなんですが、高根清里小学校の放送室は本当にこじんまりとしたものでした。なのでそこをそういう YouTube スタジオにするわけにはいかないんですけど、一つの教室を使ってこの YouTube の、動画が撮れる、ある意味ねこうポッと来て動画が撮れるような場所っていうイメージを持ってます。で、今とりあえず今思っているものですね、思っているのがとりあえずあるのが、なぜかグリーンバッグがあります。それと、あとビデオカメラ。いわゆるホームビデオ用のカメラです。それと、あとマイク。で、あとミキサー。くらいかな、今あるのは。で、あとさらに欲しいのが、照明と、それから、ビデオスイッチャー、ビデオミキサー。これに伴ってビデオカメラもあとなんないか。一眼レフのビデオカメラでもね、HDMI が出てくれれば出力してくれればいいんですけど、そんなものを揃えて、ちょっとした動画を撮れる場所を作りたいなと今思っています。でね、やっぱり今の時代っていうのかな、動画ってすごいやっぱ説得力があるんですよ。僕自身もこうやって今自分の頭の中を整理したいので動画を撮ってますけど、人に何かを説明するときとか、それから自分自身の考えを整理したいなっていう時に、この動画を上手に使うっていうのはやっぱりポイントかなって今思ってます。で、喋ってるうちに僕の頭の中でも人にどうやって伝えたら分かってもらえるかなっていうのを考えながら実は喋っているんですね。なので、もちろん文章で書くっていうのも一つの方法ですし、ラジオみたいな音だけで声だけで喋るっていうのも一つの方法なんですけど、あえてこうやってビデオで撮る、今正直言ってこれ実は iPhone で撮ってます、スマホで撮ってます。ビデオカメラじゃないんでビデオカメラじゃないですけど、スマホで撮ってます。そんな風にしてその映像として記録しておくってことの、あるいは記録したものを出す出力するってことができたらいいなって今思っているんですね。ということを今考えてまして、とりあえず YouTube スタジオ、それから
まだここの中では、現状スタートした時点ではいわゆるパソコンはこの YouTube スタジオにはないです。なので動画編集の環境はないです。それはあくまでも自分のパソコン、自分の動画編集ソフトで使ってほしいというのがあるんですが、まあ、1年後ぐらいをめどに、YouTube スタジオ専用のパソコン、専用の動画編集システムを入れたいなと思ってます。まあ、ちょっとずつ買い足しながらということですが、現状として、YouTube スタジオある部屋を一つ設定します。で、グリーンバッグがあってテーブルと椅子を置いて、あとカメラ三脚を置いて、ですぐに動画を撮影できるようなものということで今考えているんですが、ぜひこういうところでね、本当にコンテンツ作りをしてもらいたいなって今は思っています。いわゆる観光のビデオではないです。自分の仕事でいいです。それから自分の趣味でいいです、まあ、そういったものを動画にしてみる。で、そのための場所を作っていきたい。で、そういったことに興味がある方集まってほしい。で、もっとはっきり言おう、清里で YouTuber になりたい人ここに集まれという感じです。八ヶ岳で、清里周辺で、北斗市で、YouTuber になりたい人はここに集まり、八ヶ岳コモンズに来いというような場所を作りたいと今思っています。ちょっと野心的ではありますが、今これが僕の中の今思いとしてすごく強くあります。ぜひ、君の才能待ってるみたいな、そんな感じでございます。